はい、NHK をぶっ壊すということで、緊急にっていうかね、皆さんご存知の通り2月今日は5日の今3時15分です。2時から東京地方裁判所のですね、中目黒コートというところで、大津彩香、まあ、が代表をね主張しているみんなで作る党の新人規律というのが行われました。で、今僕のこちらにお座りの方、もう映らないで大丈夫ですけど、もうあえて H さんじゃなくてヒロイさんですね。党に4000万円貸してくれているヒロイさんと、で、助手席には村岡弁護士が乗っていらっしゃいます。こんにちは。はい、こんにちは。で、まあ、僕だけしか映らないようにしてるんですけど、あえてとか別に、邪魔くさいにこうしてるだけなんですが、まあ、とにかくお疲れ様でした、ヒロイさん。わざわざ大阪からお越しいただいて、この雪の中。村岡先生もお疲れ様でした。はい。はい、で、ちょっと僕、冒頭に一番びっくりしたのは、これ、ヒロイさんがその部屋に入った時には、すでに、トヨタ弁護士が入ってたんですか、はい、いた。ちょっと声張ってもらうとかあれやった。はい。いた。いました。で、大津はいなかったですね。いませんでした。ということは、まあ、申し立てられた、その破産を申請された側のミンツク党の代理人というか来たのは、トヨタだけと。はい。で、一度も目は合わなかったですか？目はあった。いや、僕はね、僕の側から合わせようとしたんですけど。合わせようとした。はい。合わせておられましたね、トヨタ。ずーっとそらしてた。で、その、まあ、あいつはね、まあ、あいつっていうか、トヨタって、あえて言いますけど、あいつって言いますけども、まあ、ずっとその民事裁判の時もね、ヒロイさんは、その、架空の人物だと、言い続けてるんですよね、あいつだけじゃなくて、まあ、トヨタ弁護士だけじゃなくて、はい、黒川にしてもそうかな。で、それに対しては、まあ、率直な気持ち、ヒロイさんたちどう思います？その架空の人物だとか言われて。僕も本人として今日。裁判所に出廷してるわけですよね。ですから。もちろん。さあ、どのような対応されるのかと思ったんですが、まるで僕が透明人間かのようにですね。見てこなかったですかね。あ、いないような。おそらく今日一度もトヨタ弁護士と目が合わなかった、はい、と思いますね。ちなみに、ヒロイさん、40代？今年は40代前半ぐらいですかね。45歳ね、はい。はい。トヨタ弁護士もそれぐらいじゃないのかな、ちなみに年齢的にはね。いや、で、まあ、いわゆるトヨタが言うには、その、ヒロイさんから党はお金借りてないっていうわけですよね。で、こいつは架空の人物だと。本人を目の前に、まあ、裁判官と本人の目の前に、そう言ってるわけですよね。はい。で、トヨタの様子はどうでした？その、ヒロイさんから見て。そんな平気で嘘をつく本人目の前にね、こいつ4000万払えって言ってるけど、こいつ格やで、ちゃうで、こいつ本人ちゃうでって言ってる時のトヨタはどんな感じなんですか？やはり今日、行われた部屋に入った時にはおられたんですけれども、はい、その時に非常にこう、ドキッとこうされてた。僕が来る。ヒロイさんが来るっていうことに驚いたんだ。ああ、なるほどね。それでまあ席に着いたわけですけども、はい、おそらくその動揺というものがあったようですね。トヨタ弁護士の手がこう小刻みに震えている。小刻みに震えてる。それを両手が震えてる感じがしたんですかね。こう資料を持つ手がこう。あ、資料を持つ手が震えてるな。まあ。そう、面白いとこ見てますね。僕は裁判の時でしょうとね、いろいろとこう自分が喋らなきゃいけないから。自分の資料とか見るんですけど、要は、まあ、ヒロイさんからすれば、見るところがないから、逆に相手の弁護士がどんな表情とか仕草をチェックしてたっていうことですね。震えてるらしいよ、トヨタ君。ね。何ビビってんの？裁判所で嘘ついてるからじゃないの。まあ、嘘をついてるとか正確に言うと、いわゆるイチャモンつけてるんでしょ、あなた。4000万円借りてないとか、この人じゃないとかって言えば、裁判が引き延ばせるからでしょ。引き伸ばして自分がその大津をね、うまいことたぶらかしてお金を引き抜いて勝てもしない裁判で弁護士料とか取ってることなんじゃないんですかね。まあまあ。で、結果として今日は、そう、村岡先生どんな感じだったんですかね。
まあ、結局この破産の手続きっていうのは、裁判官が言ってたんですけど、3つあの要件があります。ポイントね。はいはいはい。1つは、ヒロイさんが債権を持ってるかどうか。はい、4000万の債権ですね。はい。で、もう1つは、支払い不能にあるかどうか。はい。で、これ、破産傷害事由っていうんですけど、3つ目、不当な目的でされてないかどうかっていうのがあって、はい。で、この不当な目的だって言いたいときは、はい、当然その破産者っていうか、その豊田現地弁護士側が立証しなきゃいけないことなんですけれども、はい、まあ不当じゃないよっていうことももしできるんであれば、何かしら申し立て人側でもちょっと証明してくださいっていう感じのことが言われました。まずだから一つ目の、ヒロイさんが4000万円貸してるっていうのは、ヒロイさんがその党の口座に4000万振り込んだって証明もお持ちだし、もちろん党の方もそれを受けたっていう証拠も持ってるし、契約書の、借用書のオリジナルもお持ちっていうことなので、まあこれは、その、バーチャルオフィスを借りてたっていうことをちょっと後は署名したら終わるぐらいの感じでいいですよね。そんな感じですよね。一番は、はい、裁判官としては、その、ヒロイさん、バーチャルオフィスからっていうところの関連性が、うん、ちょっとわからないのでっていう話の中で、うん、じゃあヒロイさんの、口座から4000万送金された事実だったら、本人しか持ってない情報だから、それでいいんじゃないですかって言ったら、うん、あ、そうですねっていう言い方されてますよね、うん。なるほど。それがまだ未提出だったということでいいんですか？そうです、ね。今日までね。はい。はい、まあ、それはちょっとこれから出すと。で、二つ目の支払い不能に関しては、これはどう立証するんですか？大津側が、その、もう払えませんっていうことを言うっていうことですか？支払い不能っていうのは、はい、基本的には、その、もう払わなきゃいけないお金を、払えませんよっていう、この、意思表明してると、それを支払い停止っていうんですよ。はい。で、基本的に12月24日の時点で、利払いしなきゃいけないものを払えませんっていうことを、はい、大津彩香の名前で出してるので、一応それで署名は十分かなと思ってるので。でもそれは確認できてないから払ってないっていう向こうの言い分になりませんか？になってるんで、はい、なんでそこら辺をそのもう少しこちら側の方で言えることあったら証拠出してくれって言われたんで、まあ、そうですよね。だからあれですよね、ちょっと原告団っていうか申し立て人に入るかどうか、まあ入らなくていいと思うんですが、その今やっている支払い督促を出している方々全部足したら5億1000万になるんですけど、それの支払い督促のコピーとかを出して返金申し込みしているのは5億1000万人、1000万円が合計っていうのは出さなくていいんですかね？なるほどですね。いや、そういうのでもいいかもしれないですね。その支払い督促は少なくともやってますよっていうのを。そうですね。やるその要は借金を、ね、党にお金を貸してる人が直ちに金を返してくれっていう署名が足らないと思うんですよ。返してくれって言ってない、その貸してるのは間違いないけども、その人たちが返金要求をしてるかっていう 理由がないじゃないですか。理由っていうか、今2月19日この破産の手続きって普通の裁判と違うんで、もうどんどん2週間ごとに審理進めていくって言われてるので、次2月22日ですよね。22日、はい、なんで次出すのが2月19日なんですよ、我々は。あ、はい、だからその時にちょっと用意してさ、はい、やりましょう、うん、だってお金借りてることとその人たちがお金を返せと言ってることは違うじゃないですか。はい。それはそういうことですよね、はい、だからもうその人たちがすでに100人以上いて合計が5億1000万あるから、そのヒロイさんの4000万だけだったら、だってヒロイさんの4000万向こう返せるじゃないですか、返そうと思えばね。はい。だからそのヒロイさんだけじゃなくて、すでに裁判をしている人が合計100人以上いて、5.1 億円になってるから 5.1 億円返せるのかという次の時にちょっと揃えといた方がいいような気がしますね。まあ、ちょっと時間との戦いなんで、はい、揃えられる分は揃えて出そうかな。うん、もう、だって支払い督促の原本こっち持ってるもん、原本ってコピーあるから。持ってるんですね。はい、それはもちろん、だからその度にやってるんですよ。だから、その支払い督促をしないと期限の利益がいつかわからないじゃないですか。はい。うん、だから、いつまでに払えと諸教書に書いてないから、いつでも請求できるものになってるので、そうすると請求したっていう証拠がないから、向こうは請求されてませんっていくらでも逃げれるので、支払い督促をしたっていうのを出せば、その借用書っていうか、その収支報告書に載っているお金を借りてる人が去年から裁判をして直ちに返金しろということを言ってると、そうすると支払い不能っていうのが立証できますよね。で、三つ目が、あとは不当な目的については、普通に考えたら不当な目的ってなんやねんっていうのを大津側が示さなきゃいけないと思いますけどね。そうですね。
で、それに対してこちらがそうじゃないですっていうのが普通なんでしょうけど、裁判所の方がこちら側に何か出してくれって言ってきてるのは、まあ、大津側に言っても出てこないからっていうことなんでしょうかね。いや、不当な目的っていうのは、そもそも、通常判断される話じゃないので、はい、あえて、その、今回みたいな債権者申し立てのような場合で、債務者が争う場合に特別にその、相手が主張すれば要件審査するみたいな感じなんですね。そうですよね、普通はね。はい。だから例えば、今回のその不当な目的じゃないよっていうのは、今立花さんが言ってた通り、他の債権者ももう払えといい加減、はい、でお前たち破産しろと言ってると、多くのこれが債権者の声だっていうことを立証すれば十分じゃないかなと、うん、まあそうですね。まあどちらかというとこちらとしては不当じゃなくてまさに正義でね、本来広井さんはもう神戸地裁、千葉地裁で4000万返せっていう裁判を同時進行してるから、こんな破産の申し立てせずに4000万円の裁判先行させれば返還弁済でもらえるわけですよね。でもそうじゃなくて、みんなが同じように 30% ぐらいは返してもらえるから、それで申し立ててるって、むしろ正義の申し立てなんで、なんか私としてもですね、はい、それ当然自分の利益は考えますけれども、はい、300数十名の債権者の方がおられるっていう、はい、その思いをこう自分なりに、まあその一人としてですね、はい、代弁させていただくような気持ちで今日は、はい、そうですね。だから広井さんが300人を捨てね、はい、置いて自分だけが先に返金してくれっていうんだったら、こんな申し立てはするわけがないわけで、これ申し立てすることによって広井さんは4000万円がとりあえず1200万ぐらいの返金にしかならないんですよね。でもそれがまあ多分大津側からしたら、そういうことをする人が珍しくて仕方ないんでしょうね。普通、そうですよね。普通はね、会社が倒産しそうだったら、とにかく破産する前に先に取り立てようっていう人たちなんで、いかに我々が真面目で正義かと。その思いの根底にはやはり、2022年のですね、はい、参議院選挙において120万票の得票を取ったという、うん、その国民の信任を得た立花さんの応援をするための債権者のこう支援なのであって、うん、 ね、その根底をですね、見失ってはいけないと。あいつらにはまともな、その普通ではしない正義の活動があいつらに悪にしか映らないんだろうね。ただまあ、トヨタ弁護士も手が震えてきてるように、まあ僕は今、彼がやってる過去のものまで、まあ、ひっくり返し出したので、まあ、相当、まあ、危険な状態に来てることは分かってるんでしょうね。ちなみに、ちょっとあえてこれは言いますけども、ヒロさん、先月、1月に、地元の警察に行かれて、で、名誉毀損の刑事事件の受理がされてるっていうことでいいんですよね。その通りです。はい。要は、広井さんは、その、要は、架空に、党に請求してるみたいなことを、ネット上にね、いわゆる4000万円貸しているにもかかわらず、4000万円貸してないのに、党に4000万円の借金をしてるっていうことを吹聴したと。で、その、たまたま使ってるのがバーチャルオフィスとかいうことだけを理由にね、なんか、大津に、まさに大津が、犬笛を吹いて、地代なんかをですね、広井さんの家に向かわせて、で、30何号室だから、2階建てなのに3階がないのはおかしいとかっていうに。まあそういうことが、これね、仮にもちろん事実ないんですよ。嘘ですよ。でも、仮に事実だったとしても、それは、広井さんは一般人なので、それインターネットでやる必要性ないんですよ。もちろんそれが事実じゃなくて、虚偽だからなおさら悪質なんです。だからこれは、地元の警察官、警察署がこれを受理して、まあ捜査にも入っているので、これはまあ特に口止めされてないということなので、これに加担している人たちが、まあ軒並み警察には呼ばれると。まあその中にはトヨタ弁護士も含まれるということなんで、まあここら辺もね、ちょっと、トヨタ弁護士が本当あいつ手触れてきてるのは、さすがにちょっとやばいと思ってるんじゃないですかね。本人の前で、それこそ広井さんの前で、あんた、ほんまに4000万貸したかって言ってるわけですから。手震えてんのは僕も、確認しました。ああ。今までそんなんなかったですよね。そうですね。ミカさんもそんな見ないよね。はい。ね、裁判でトヨタが手震えたっていうのは、まあ相当だから追い込まれているのかな。ね、あと支払い不能状態については今日は審議されなかったんですよね。向こう何も反論なかったですよね。そ
そうですね、シェアライフのについてはそんなにあのやり取りは少なかったですね。だから言ってきたのはヒロイさん、さっきの3つのうちの2つでヒロイさんがその真の債権者なのかっていうことと、それをもうちょっと署名してくれっていうことと、不当な目的で破産の申し立てをしてるっていう、そこがトヨタが言ってきた今日2点ということですね。そうですね、はい、主に言ってきてるのがということで、まあちょっと難しい話だったんですが、要はもうちょっともうちょっと待ってください。ただ、2月22日に次が行われて、裁判長は3月21日のその代表権の判決までには決定を出すと言ってるわけですよね。まああの絶対じゃないですけれども、はい、まあそれぐらいまではかからないんじゃないですか、はい、っていう、まあ決定あるよ、まあもちろんね、却下する可能性もゼロじゃないんですが、破産の決定が出るということでのお話でした。あと何か言ったことがないですか。大丈夫ですか。ということで、すいません。あの、刑事告訴なんですけど、はい、もう平井さんとあの、私が協力して、私が代理人として出して、で、検察の方はもう受理しますっていう前提で受け取ってるので、はい、これは刑事事件としてきちんと、はい。受理しますか、受理されてるんで、はい。はい、だから、受理されているので、だから、これが事実、もちろん嘘なんですけど、だから、一般人の名前出して、それダメよ。はい。あと1点。はい、どうぞ、はい。今日、まあ、債権者の立場としては、今日参加させていただいたんですけども、はい、まあ、場の秩序とあるんじゃないですか、秩序を試すというか、はい、裁判所のですね、はい、本当の本心から言えば本当トヨタ弁護士に金返せと怒られたかったんですけれどもその気持ちは皆さん抱えておられると思うんですよね。そして返してもらったお金はやはり立花さんの発動に、まあそうですよね、まあ、協力させていただくというのは、まあ金返せか、お前は代表者じゃないんだからとっととやめ、いや、まあとっととね、それにサインしろっていうことですよね。いや、貴重なお言葉ありがとうございます。わざわざ息の中ありがとうございます。終わります。 NHK をぶっ壊す。